清原かかさん主演の NHK 連続テレビ小説朝ドラおかえりモネ総合スキー土曜午前8時ほか第78回が9月1日に放送され、ミオ前田光輝さんが両永瀬廉さんに希望に満ち溢れた言葉を投げかけ、視聴者の感動を呼んだ。第78回では、潮見湯に集まった百音、清原さんら幼馴染が、震災への思いをそれぞれ語る。眠っていた亮も目を覚まし、祈っても UFO は来ない、一生、ずっとこのまま。でも、それは、しょうがないなどと語り、現実への諦めとも取れる思いを吐露。そんな亮に対して、ミオは、みんなで祈れば、叶うんだよ、UFO は呼べるんだよ、と、希望を訴え、俺ら、もう普通に笑おうよと告げる、という展開だった。必死に思いを訴えるミオに対して、SNS では、一筋の光が、祈りと救済のドラマだよ、ミオの演技ですごい引き込まれて泣けた、ミオに泣かされるとは、それぞれに救いと希望が垣間見えて、よかった。おかえりモネ希望があるな、永久保存版になるなと感動のコメントが続々書き込まれた。同回のラストでは、亮が笑みを浮かべながら思わず、腹減ったと口にし、亮チーンの腹減ったの言葉になんだかすごく救われたよ、腹減ったには感無量でした、なんか安心した、亮チーンの言葉で笑顔が戻った泣き笑い。素敵なシーンでした、腹減った。2位、めちゃくちゃ安心したと、視聴者の&&の声も広がった。